いや、カメラがありえないぐらい不安定だな。今日は、チーズインハンバーグを作りたいと思います。本当に僕、料理あんまやんない、あんまっていうか本当にやんないんで、間違ってるとこ多々あると思うんで、ぜひコメント欄とかで教えてください。作り終わったら、カンタを呼んで、食べて、っていう感じにしたいです。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。まず、フライパンを洗います。おい、誰だよ、最後使ったな。まず玉ねぎの、4分の1に切って、それをみじん切りにします。ちなみに僕はみじん切りやったことはありません。いや、マジで意味わかんないな。どうやってんだろう。ああ、涙出ちゃうよ、これ。おい、全然切れねえじゃねえか。どうやってやんだよ。みじん切り、一瞬でできる機械とか、あるだろ、絶対。これもう耐えらんないな。涙すごいな。おい、何俺泣きながら料理してんだよ。メガネをかけます。メガネかければ大丈夫なんじゃないかな。だあ、メガネ、おぉ、メガネでもちょっとはいいか。よーし。これで一度、やっちゃったと。はい、じゃあこっからね、こう炒めていくわけですよ。もうここまで来たらね、もらったもんですよ。玉ねぎに泣かされるの腹立つな。炒めていくわけですよ。僕料理やんないんですけど、玉ねぎの重要性は分かってるんですよね。料理に入るとやっぱ甘いんで、確かに入れた方がいいのは分かるんですよね。じゃあ次ですね、こちらの合いびき肉に、塩適量とブラックペッパー適量、そしてナツメグ少々で、これを手で揉みます。これでももううまいもんね、絶対ね。この状態で絶対うまいもん、もはや。はい、そしてここにですね、まず卵を2分の1入れます。じゃば、パン粉を大さじ2杯。はい、1、2、大さじ1杯牛乳入れます。先ほど炒めた玉ねぎを入れていきます。すげえ、なんかできそうだな。なんかよし、まずでいきます。まあこんな感じですね。ここ見せんの絶対原宿じゃねえわ。オッケーです。さあ、これが種という、種かな？種的なところになるわけですね。で、この中に今回はこのチーズを入れたいんですよ。で、チェダーチーズね。このくらいの大きさにして包みたいですね。これを包みます。そしてこれをここに包み込む感じで入れて、お！なるほどね、こういうことか。オッケーオッケー。こうやって包み込むわけですよ。そうするとほら、見えないですね。このお肉を、チーズを抱き込ませた肉を焼いていきます。いきます。1個目投入。オッケー。これ焼き色をつけていくわけですね、こっから。おお、いい感じ。あち、カメラ無視しすぎだろ。こういう感じで両面にちょっと焦げ色をつけていきます。焼き色って言ってたけど焦げ色で、ここで情報操作しないとちょっと焦げていくから。今ね、6分経ったんで火止めますよ。止めました、火。さあどうだ、じゃじゃーん。どう、いや若干チーズバレてんな。いやただまあ美味しそうではあるか。火通ってそうだね。 OK です。こちらですね。これ。こんな感じなんですけど、まあ、多分、火は通ってるんですけど、中のチーズがどんな感じかは、まあ、ちょっとわかんないです。リリリリリリ。完成しました。こちらですね。これ。チーズインハンバーグ。初めて作った。意外と、見た目はオッケー、味がちょっとどうかわかんないんで、ちょっとじゃあカンタと食べます。カンティー。
すごいな。すごいっしょ。いや、わかんない、どうか。チーズインハンバーグ、僕、ほんとに今、うん、今来てみたんですよ、うん、あえて見ないとこみたいなのあって、うん、どうかな。いや、お前っぽさはあるでしょ、そのデカさが。うん、でも匂いももういい匂いするから。どうなんだろうな、大丈夫なんかな。え、どう作ったの。普通に作った。何かを見てなんか、みんないろいろ調べたけど、できるもんなん。いや、どうだろうね。できるだけチーズ入れたよ。ああ、そうそうね、そういうことね。あ、分かった分かった。もう初めて、もう初めて、完全にそのハンバーグ自体の、うん、見てみていい。うん、ちょっと分かんない、割れない。うんうん、おお、普通に溶けてる。どう。いいね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 。中にね、うん、ちょっともったいないぐらいだな、開けたの。いや、お前それは映像のためだろ。いただきます。スティッカー。うん、抜群だ。オッケー、いただきます。でっか、一口。うん、一口でかすぎたでしょ、絶対。うん、いや、これ普通に美味しいよ。美味しくない普通に。え、すごいな、うまっ。最高だな。こんなことできんのね。ハンバーグ作れんの、マジで言ってる。あ、美味しい。え、本当に美味しい。うん、あ、美味しい、本当に。これすげえよ、めっちゃうまいな。洗い物がだりー、あと。それは捨てりゃいいよ、皿ごと。皿ごと捨てるんだよ。それはもう、こんだけ頑張ったら皿ごと捨ててもいい。そんな家ねえだろ、お前。頑張ったら皿ごと捨てていい家ねえだろ。で、俺の金買うしな。次、申し訳ねえから。はい、ごちそうさまでした。うんうん、なんか、はい、ありえない。はい、頑張った人報われない。はい、報われる。一生拭かないけどな、ここ一生拭かないけどな、これ。机捨てればいい。机捨てて新しいの作ればいい。何作ってほしいってのを書いてほしくない。うん、いや、だからぜひなんかリクエスト。そう、これ作ってほしいとかね。いや、でもよかったよかった。うん、でサブチャンネルでした。はいはい、でした。ね、チェダーチーズが美味しいから絶対美味しくない。